特許庁ハーグ市局欧州特許庁は欧州特許条約に基づき設立された地域特許庁である。ドイツのミュンヘンに本部を置き、オランダのハーグ、ドイツのベルリン、オーストリアのウィーンに支局を有する。欧州特許庁は独自の条約に基づいて創設された独立した国際機関であり、欧州特許機構の下部組織となる。 欧州連合の下部組織ではないが、欧州連合との間には密接な協力関係を有している。欧州特許庁は特許のみを所管しており、遺書、商標は所管していない。欧州における遺書及び商標の保護に関する国際機関としては、欧州連合の専門機関である欧州連合知的財産庁が設置されている。欧州特許庁の加盟国は以下の十八カ国。 なお、以下の2カ国は、加盟国ではないが、拡張国とされており、欧州特許による保護を求めることができる。ありがとうございます。